ミッシェル代理こと奥沢美咲だよ。次のスタジオ練習の日を決めたいんだけど、みんなこの日はどう？その日は演劇部の発表会なんだ。主演の私が出ないわけにはいかないからね。練習に参加できないな。すまないね、子猫ちゃん。はぐみもこの日はソフトボールの試合があるから出られないよ。みーくんごめん。私もこの日はバイトがあるからダメかも。やっぱ全員の都合を揃えるの難しいか。そろそろスタジオで会わせたいけど。そういえば前にスタジオ入ってからしばらく一緒に練習できてないよね。これも運命。私たちは今交わらない糸の上を歩んでいるのかもしれない。ああ、儚い。今日ぐらいしか全員が集まれる日なかったもんね。どんなに早く集まれるとしても2週間後か。まあそれまでは各自で練習したり、時間がある人同士で集まって練習するしかないんじゃない？そうだよね、それがいいかも。ココロちゃんどうかな？ココロちゃん？決めたわ。そうよ、決めたわ。船に乗りましょう。あ、答えになってないんだけど、いきなり何？船よ、船。大きな船がいいわね。みんな、今日はまだ時間あるわよね。こんなに天気がいいんだもの。ナイトクルーズに行きましょう。船？ココロ最高。はぐみ乗りたい。心地よい潮風に吹かれ、物思いに吹ける夜。うん、悪くない。いやいやいや、ちょっと待ってって。今日は次の練習日を決める会議の日でしょ。それがなんで船？座って話してるだけなんてつまらないじゃない。そもそも楽しむ前提で集まってないから。せっかくみんなが集まってるんだから楽しい方がいいに決まってるわ。面白いことしましょうよ。うん、行こう。楽しみだよ。どうしよう、美咲ちゃん。はぁ、サンバカに何を言っても無駄だし、とりあえずついてこう。せっかくならミッシェルもいた方が楽しいわよね。ミサキ、ミッシェル連れてきて。いや無理だから。船の入り口が狭いからミッシェルは船には乗れないんだって。あら、そうなの？だったらトラックに乗って船に乗ればいいじゃない。罪に買い。いや、そういう問題じゃなくて、ミッシェルは揺れるの苦手なんだって。あら、そうなの？残念だわ。それじゃあ仕方ないわね。何かギフトに買ってきてあげようかしら。助かった。やれやれ。はぐみ、船に乗るの初めて。楽しみだな。船は良いものだよ。遠くで響く汽笛の音、香る潮風。開かない。あれ、ココロン可愛い服着てる。いつの間に着替えたの？私、船に乗るときはこの服を着ることにしてるの。今日はすっごく楽しいことが起こる予感がするの。うわー、大きい。
く見えてたけど、近くで見るとこんなに大きいんだね。船にスマイル号って書いてあるな。なんとなくついてきてなんだけど、ここどこ？ここにいつもうちの船を止めてるのよ。船ってクルーザーかと思ったらめちゃくちゃ大きな客船じゃん。相変わらずとんでもない金持ち。ココロちゃん、今日はどうして船に乗ろうと思ったの？もちろん楽しそうだと思ったからよ。さあみんなも乗り込むわよ。前からだけど、本当にココロが何考えてるのかわからないよ。理由なんていらないんだよ。考えるより感じろ、そういうことさ。はぐみ、ビシビシ感じちゃうよ。船乗りたいもん。その息よ、はぐみ。ビシビシ感じて船に乗っちゃってちょうだい。やったー、はぐみが一番。みさきちゃん、私たちも乗ろう。さて、行きますか。みんな乗ったかな？それじゃあ私も。どうしたんだい？なるほど、そういうことならわかったよ。私に任せておいてくれ。